本日はこちら島根県の河川山の目の方を加工していきたいと思います。こちら今、磨いた原石とあとは端材ですね、こちらの方がございます。こんな感じですね。ちょっと端っこの方が黄色くなってます。でこちらの方が皮がついてこんな感じですね。こちらの方を加工していきたいと思います。こちらは先ほどの原石を、くり抜きました。磨いたタンブルから、こちらのくり抜きを行いました。こんな感じです。先ほどのリングを形を整えてきました。こんな感じですね。この河川山の目のは、目の中にこう白い塊が入ってるんですよ。これがですね、以前3年か4年ぐらい前に人気が出た、桜目のチェリーブロッサムアゲートに少し似ていると思います。まあ、花びらのようには見えないんですけども、まあ、こういう白い内包物が入っております。こちらの方は、バレル研磨をしていく予定であります。また1週間後ぐらいに完成する予定です。こちらのリングのサイズなんですけども、だいたい現状で、まあ、13.5 から14ぐらいですかね。まあ、多少大きくなるのかもしれないんで、最終的には14号ですね、14号のリングになると思います。以上です。先ほどの、メノーの磨きタンブルと端材を、加工しました。形はこれで完成となります。こちらの方は原石の方から、こちらの天寿型筒型を作りました。光が通るとこんな感じになります。でこちらの、磨きタンブルの方は、リングを作りましたので、まあ、こちらが真ん中のリングですね、14号サイズです。でこちらがくり抜いた部分を、これは、ですね、まあ、管玉と言ってもいいですし、ちょっと大きめの飾り玉を作りました。でこの切った部分ですね、こちらの分はそれぞれ磨きまして、で、まあ、これは月のような形にして、でこれは穴が開いてます。そしてこちらの方はペンダントトップということにして、まあ、こちらも横穴が開いてます。こんな感じでペンダントトップにしてもらいたいなと思って加工しました。以上でこの河川山の目のは形が完成しました。こちらの方はバレルで仕上げていきたいと思います。